選手の交代をお知らせします。神村学園中等部背番号2名保京介さんに代わりまして、Thank you.
試合が終了しました。ご覧のように九州ブロック代表鹿児島県神村学園中等部対東北ブロック代表青森県青森山田中学校の試合は2対2ペナルティーキック方式により4対2神村学園中等部が第52回全国中学校サッカー大会優勝の栄冠に輝きました。その場にご起立ください。公益財団法人日本中学校体育連盟、公益財団法人日本サッカー協会より賞状が授与されます。授与は公益財団法人日本中学校体育連盟姿浩二理事が行います。続きまして、優勝校の表彰を行います。優勝した鹿児島県神村学園中等部、代表6名は前にお進みください。公益財団法人日本中学校体育連盟、公益財団法人
日本サッカー協会より賞状並びにトロフィーが授与されます。授与は公益財団法人日本中学校体育連盟姿浩二が行います。続きまして、公益財団法人日本サッカー協会より優勝旗が授与されます。授与は公益財団法人日本サッカー協会林義則副会長が行います。続きまして、文部科学省より盾が授与されます。授与は山梨県大会実行委員会千堂田和夫委員長が行います。続きまして、NHK より盾が授与されます。授与は、NHK 甲府放送局、安出照信局長が行います。続きまして、優秀選手賞並びにフェアプレー賞を発表します。発表は山梨県小中学校体育連盟サッカー専門部村松優太技術委員長が行います。